おはようございます。今日も昨日に続いて優しさについてお話ししますね。優しいという単語は小さい子供さんでも知ってますよね。では質問です。あなたは小さい子供さんに優しいって何？と聞かれて答えられますか？私は先生から同じ質問をされて答えられませんでした。優しい人が好きと言っておきながら優しさの意味を知らなかったんです。優しいとは優しい言葉を使う人だと教わりました。優しい言葉とは自分が言われたい言葉だそうです。もう一つは自分が言われたくない言葉を使わない努力をすること。それを全力でやる努力をすることが優しいということなのだと教えてもらいました。次はお昼の12時に行きますね。